試合出て活躍し始めたら、うん、まあ出していこうかな。そういうの出していかないと試合出れないかもしれないよ。ああそれは怖い。順番がプロの世界ってやっぱそうやっていって自分も成長していくべきだと思ってるから。お久しぶりです。久しぶりです。なんかちょっと顔つき変わったんじゃん。玉田圭司のたまりバー。皆さんこんにちは。本日もたまりバー開店します。本日のお客様は、背番号38番ミッドフィルダーの松澤海人先生です。先生です。よろしくお願いします。お願いします。初めましてだね。初めましてです。こういうの慣れてる？いや全然慣れてないです。たまりバーの存在は知ってる？はい、YouTube で秋くんの回を見させてもらって。どうだった？いや、なんか秋くんみたいな深いことは言えない。何かで行こうか。仲いい選手。じゃあ言う、チームの中で仲いい選手。誰と仲いいの？は、白井春樹とか同期の。あ、同い年。同い年なんで。とか、ジョップとか。後輩ですけど。ジョップは何歳？ジョップは参考したか。でも、なんか全然同い年みたいな感じで来るんで、うんうん、全然下には見えないですね。あ、自分どういうキャラクターなのかちょっと教えてよ。キャラクター的には自分で言うのもおかしいかもしれない。いや、そうですね。ちょっと自己分析してよ。これまでは、うん、まあ、結構うるさい系だったんですけど。これまではどういうこと？いや、ここ来るまでは、うん、まあ、うるさい系だったんですけど、うん、やっぱまだ入って2ヶ月くらいですし、うん、で入り方もあるじゃないですか、まあ、途中からっていう感じなんで、うん、まだちょっと隠して。もうそろそろ出してもいいんじゃん。いや、まだ早いですね。早い。試合出て活躍し始めたら、うん、まあ出していこうかな。でもそういうの出していかないと試合出れないかもしれない。ああそれは怖い。順番が出してっていう、ね、怖い先輩いる？じゃあこの人には僕のキャラクター出せませんみたいな人いる？まあ、いますね。怖い怖いはいないです、うん、ちょっと話しかけづらいとか。そういうのは誰言っとくよ。俺もうピー出すからピーって言った方がいい絶対。あ、やってました。俺は結構先輩いじったりしてたから。あ、そうなんだ、うん、でもそうすると逆に可愛がってくれるんだよ。あ、うん、やっぱいじれる先輩といじれない先輩っているじゃない。いや、それを逆に俺はいじりに行ってた。あ、すごくプレースタイルとか。あ、はい、まあ、ちっちゃい頃からネイマールがずっと好きで、うん、まあ、ネイマールの真似ではないけど、うん、まあ、ずっとお手本みたいな感じにしてたんで。ああいうプレーが、トリッキーなプレーが好きってこと？まあ、ドリブル。そうですね。高校3年生くらいから急に足が速くなったんで。急に速くなるの？足で。いや、多分体格が変わった。走り方変えた？いや、体格ですね。身長が一気に伸びて、うんうん、そういうので足が速くなったんで、それも生かすようになる、うん、ドリブル。僕は受け手と出し手の両方の役割やってたんだけど、うん、まあ、受け手ってやっぱりボールが来なかったらさ、うん、まあ、いい形でボールもらわないと自分の良さって多分出せないじゃん。その工夫みたいなのが結構俺は 大事にしてたな、うん、逆に動きすぎちゃうと出し手ってむず出しづらいな、うん、はい、その状況を見て自分の良さを出すために何をするべきかっていうのは結構常に考えてたかな、うん、ってなるとやっぱりその普段からプライベートから会話をすることによって何か生まれるものってあるんだよね。そうですね、うん、練習の中でだったらその練習の合間にコミュニケーション取ったりとかはやっぱいろいろ学ぶことが多いんで、そういうところはあのもうすぐ聞いて入れてっていうのは意識してますね、うん、ただプライベートちょっとって
感じですね。まあ分かるけどね、分かるけど、それは本当もったいないと。自分はやっぱ守備が苦手で、まあ入ってきてやっぱ一番に守備のことを結構練習中とか言われたり、ポジショニングとかを結構言われることが多くて、それをサイドバックの選手とか、まあコーチだとかにも聞いたりして意識するようにはなりましたね。それはチームとしての規律だよね、はい、だからそれはもちろんやるべきだと思うけど、その中でやっぱり自分の良さを出していかないと、まあ、守備が普通にやれて、チームの規律をやれる選手だってそこで終わってしまうと多分、はい、そこで終わってしまうと思うから、自分のそれプラス自分の良さを出せるような、その自分の顔を持つっていうのはやった方がいいと思う。タレントトライですかね。うん、ゴールが抜けた。松田がドリブルで、松田が右足決まった。久しぶりです。久しぶりです。なんかちょっと顔つき変わったんじゃん。本当ですか。うん、なんかあの2回目だけど、はあ、心境の変化ってありました？あの時は1回目やった時は、ま、なかなか試合に出れてない状況で、今はもうね、あのチームのなかなかスタメンでは出れてないけど、チームの武器として、はあ、武器になってる存在ですけど、まあだいぶいろいろ変わったんで、まあ心境も、まあ心境はどうだろう、環境がちょっと変わっただけで心境はあんま変わってないかなって感じです。うん、なんか週末に向けてやっぱり準備する自分のルーティンみたいのもできたのかなと思うんだけど、はい、ああそれはできました。うん、やっぱ週末の試合にコンディションを持っていくために自主練で上げる日を作ったり上げない日を作ったりとか、うん、まあ、週末に向けてのなんていうんだろう、コンディション作りっていうのは、まあ、そういうところが変わりました。前先輩が怖いっていう話をちょっと言ってたと思うんだけど、まあ、ちょっと時間が経ってちょっと仲良くなった先輩とかっている？名倉選手はだいぶ仲良くなりました。名倉は別にそこまで先輩じゃないじゃん。そうですね。もうちょっと上、ベテランと言われる選手の中とか。洋平くんとか。ああ、ちょっと聞いたわ。結構洋平とかにもグイグイ行くって。洋ちゃんって呼んでんじゃないの？そうです。ようちゃん。ようちゃんって呼んでます。慣れてる以上になってんじゃん、もう。タマさんの前のアドバイスを受けて。俺のアドバイスか聞いたの？なんて言ったっけ？いや、結構もうグイグイいけっていうアドバイス大事だから。それのおかげで。プロ初ゴール決めましたけど、どうでしたか？はい、その試合とか、そのゴールを取ってとか、のホームゲームがマインプロジェクトだったんで、うん、もうめちゃくちゃゴール決めた後の歓声が聞いたことないような歓声で、めちゃくちゃ気持ちよかったですね。気持ちいいだろうね。はい、でも自分が得意としてるような形のゴールだったじゃない。そうですね、もうゴールまでの流れもめちゃくちゃ綺麗にいて最高でした。そうね、なんか道が見えたりした？めちゃくちゃ見えました。いいね。ラギッチからパスもらってからもうゴールのことしか考えてなかったんで。うん、でもあれだよね、まだスタメンないよね。そうなんですよね。やっぱスタメンで出たいっていう気持ちめちゃくちゃあるでしょ。めちゃくちゃ出たいです。でもその中でスタメンで出れない、なんで出れないんだろうなっていうのは自分でわかる？あるの？なんか、まだこれが足りてないな、スタメンとしてって。守備の
面であったり、ポジショニングオフザボールの動きだったり、やっぱ大きな、いつも出てるような後半残り少ない時間でオープンになった時、オープンな展開になった時は、まあやっぱ自分の攻撃がいける時なんですけど、やっぱスタメンで出てそうでない時間の時に、まあどれだけできるかってところがやっぱ今出てるマルコスとかには及ばないのかなと思ってるんで、ちゃんとなんか自分の立ち位置が現状みたいなの分かってるのはすごいいいことだと思う。でもこの前の秋田戦なんか結構タイトに来られてたよね。そうっすね。ね。はい、やっぱり ああいうチームって粘り強く守ってきたりするから、やっぱ90分間切れなかったよね、相手がね。そうっすね。だああいうところに対してもなんかね、自分の武器が出せて、決定的なシーン作れればいいよね。はい、まあやっぱ、いつベンチから外されるかもわかんないし、いつスタメンで出れるかもわかんないんで、やっぱ一日一日の練習を大切にして、もう常に 100% 練習から出せるようにやっていきたいです。それではそろそろたまり場閉店の時間となります。あっという間の時間でしたけど、松田選手どうでした？2回目ですけど、まだ慣れないですね、やっぱ。難しい。2回目なかなかいないよ。あ、本当ですか。うん。嬉しいです、2回も出れて。チームの顔になりつつあるんじゃない？これからもっともっと大きくなります。そうだね、また3回目目指して、まあ、その3回目目指してるわけじゃないけど、まあ頑張ってほしいなと思います。はい、まあ、プレーとあと先輩のいじりも期待してるから、ね、はい、頑張ります。本日のお客様は松田海人選手でした。ありがとうございました。ありがとうございました。それでは。